再びここでスクリーンにご注目いただきます。沖縄県の祖国復帰50周年を記念して制作されたドキュメンタリー映画島人ぬの戦後秘史のプロモーション動画を上映いたします。今回は英語字幕バージョンです。英語の字幕をつけてくれたのはニュージーランド人の新日 YouTuber ニュージー男子です。どうぞご覧ください。皆さんこんにちは、ニュージー男子です。 Today I will show you a promotional videoThat Okinawa's return to Japan, which I made English subtitles for to help a friend Nakamura Sensei of the Okinawa Policy Research Forum of Japan. It's important to know what's happening in Okinawa and act to protect Japan's national security. Nakamura Sensei is very knowledgeable about the history of Okinawa and current issues plaguing Okinawa.Like the CCP silent invasion, anti-base, and Okinawa independence movement. Please check out his YouTube channel, which I have linked in the video description, and consider subscribing. Now on with the promotional video.Okinawa は日本だ。戦争によって分断された沖縄と日本本土の絆を平和のうちに取り戻した。1972年5月15日、沖縄県祖国復帰の日。この日を記念する集会を毎年主催してきた中村俊子。今から50年前のその時、小学校教師であった中村は沖縄の運命を担うある役割を果たしていた。私は涙をこらこら流しながら訴えているんでしょう。沖縄はなぜ日本に戻ってきたのか、そこにはさまざまな立場から日本への復帰を求めて立ち上がった島人たちの人生の都市の戦いがあった。沖縄復帰の知られざる功労者たち、その信念のドラマが今明らかになった。沖縄返還協定が審議される第67回国会が始まった。27年の歳月を経て沖縄が日本に復帰する日は目前と思われた。しかし沖縄で小学校教師を務める中村俊子のもとに入った知らせは沖縄返還の危機を伝えるものだった。沖縄出身の議員が返還協定批准への反対を訴えている。国会では沖縄の人々が反対しているなら無理してまで協定に批准する必要はないとの見方が広がっているという。ずっと願ってきた本土復帰がこのままではかなわない。俊子は戸惑いながらも動き出す。対岸に戻ろう。俊子は仲間の教師らの呼びかけで早期復帰を願う県民約1000人が集結した。沖縄返還協定批准貫徹大会。8人の陳情代表団が沖縄県民の思いが込められた決議文を携えて東京へ向かった。沖縄返還協定の批准の貫徹を願い命を懸けた沖縄の市政の人々の秘話が今よみがえる。
終戦後台湾から戻り知念高校の校長を務めていた屋良朝苗は大義父の要請を受け琉球群島政府の文教部長に就任する。当時の沖縄の教育界は劣悪な環境に置かれていた。教職員の3分の1は戦争で亡くなり、教員の卵である師範学校の生徒は女子は学徒看護隊、男子は鉄血勤皇隊として従軍し全滅していた。教員の養成が急務だったが、沖縄にはその養成機関がない。そこで屋良は日本政府に研修の受け入れを求めた。しかし米軍は沖縄の教育は米軍が直接指導するとして頑として認めなかった。昭和27年1月第3回全島校長会で屋良は憤りをあらわにした。米国は沖縄のことなど決して考えてはいない。立ち上がろう。我々が立ち上がらなければ民族は救われない。沖縄の生きる道は日本に復帰するしかない。公聴会の議論はそこにたどり着き、歴史的な復帰決議がなされることとなる。その場に集まった公聴たちは熱狂し、固く手を取り合った。その熱狂の中心に屋良がいた。それまで呆然自失だった沖縄教育界は、祖国復帰という唯一の希望に向かって奮起し走り始めたのだった。祖国復帰運動の旗手となった屋良朝苗の真実の思いに迫る。1965年、佐藤栄作総理は戦後現職の総理大臣として初めて沖縄を訪問。那覇飛行場に降り立つと沖縄県民へのメッセージを発した。私は沖縄の祖国復帰が実現しない限り、我が国にとって戦後が終わっていないことをよく承知しております。これはまた日本国民全ての気持ちでもあります。沖縄に大きな希望の火が灯ったこの時、佐藤総理の要請により特別顧問として同行していたのは石垣島出身大浜信元。その4年前、早稲田大学の総長を務める大浜は当時の池田首相から南方同胞援護会の会長に就任するよう要請された。沖縄の支援を直接行えない日本政府に代わって民間団体として支援活動に当たる南方同胞援護会。会長に就任した大浜は新たな方針を打ち出す。南方同胞援護会はこれまでの沖縄への援護活動だけではなく、沖縄の復帰促進運動について大きな役割を担うべきだ。1967年、同会の渡米団を率いて訪米した大浜は日本側の主張を訴えるとともに相手側の感触を探り、沖縄返還交渉の下地を作っていった。佐藤総理の返還交渉を成功に導いた大浜の記憶されるべき事実の光を当てる。さらに米軍の収容所から日本復帰の声を上げた元首里市長仲良し良子、本土と沖縄の架け橋として日本政府を動かし続けた吉田信、米軍統治下に日本復帰運動の先頭に立った沖縄群島政府知事大井達夫、米軍基地の借地料を勝ち取り島民の権利を守った桑井長子、心を揺さぶる7つの信念のドラマ、今初めて語られる沖縄県祖国復帰50周年記念ドキュメンタリー映画「島民の戦後記事」、歴史の証人、沖縄復帰の功労者たち。彼は祖国復帰を願った島民の魂の叫びを描いたドキュメンタリー映画の制作プロジェクトが始動いたしました。沖縄県祖国復帰の実現のために尽力された先人の功績を掘り起こし
映像作品にしてまいります。情報提供もお待ちしております。これらの映像作品は皆様のご支援により制作されます。ご賛同いただける方はぜひご支援をお願いいたします。詳しくは島中の戦後記事特設サイトをご覧ください。ご注目ありがとうございました。本日はこの島中の戦後記事の DVD を出入り口付近で販売しております。この映画をご覧いただきますと、これまで勉強しても知ることのできなかった沖縄をさまざまな角度から知ることができます。まだお持ちでない方はこの機会にぜひ手に入れていただきたくお願い申し上げます。ではこれより約10分間の休憩を取ります。